営業部の、まあ、日常価値観使命感についてお話をいただきます。我々個人個人がどんなプロセスで、どんな思いで情報を送りの仕事につき、そこでこうどんなと考えているかについても話をしていきたいと考えております。よろしくお願いします。我々が扱っている商品っていうのは、今文江さんみたいに感動であったり心を揺さぶるような価値がある商品を我々は売っていると考えていて、チームには、始まりのフットボールクラブには人の心を揺さぶる力があるっていうのを私は断言したいと思います。これが我々の売り物なしは我々が行っている営業のクールでございます。で、何度も言うけど、実はなくても世の中回っていくし生きていけるけれども、やっぱこれあったらいいよね、これあったから人生豊かになって、ね、まあ、そういうような存在になるかどうかってところがすごく重要かな。そういうプレーで俺らは表現しないといけないし、そういう振る舞いで人を引きつけていかないといけない。まあ、プロという生活からちょっと離れて今営業という活動をしてるんですけども、本当に今まで出会った人とのつながりが今こうして営業という形で、支えられています。本当に各地でこうお世話になった人にまた連絡したりすると非常に応援してくれたり、今後つながってくると思うので、本当に人との大切さ、つながりの大切さっていうのは改めてすごく大切にしてほしいなというところがあります。サッカーを現場で関わるっていうのはちょっと諦めて、マクロンじゃないし経営とかビジネスの方からサッカーを関われないかなというのを大学4年間サッカーをしながら考えてきた大学生です。皆さんと一緒に上の世界を、上の景色を目指して、僕は営業として頑張るので、皆さんぜひ頑張ってください。よろしくお願いします。ここ数年で収益もどんどん上がってきて、クラブ自体もどんどん大きく成長しているんだなっていうのを印象に残ってます。ピッチの上での立ち振る舞いも、きっちりとしてプロサッカー選手としてプレーしていかないといけないと思いました。本日は、営業部や、フロントスタッフの皆様の、裏の仕事などを普段見えないところを、知ることができてよかったです。ピッチの上では選手らしく堂々と戦い、またフロントスタッフや企業の皆様と協力して水戸ホーリーホックを大きく盛り上げていきたいと思いました。